プロモデラー直木先生が作るゼノギアスストラクチャーアーツ、今回はその制作工程をたっぷりとお届けします。パーツをえぐらないようにほんの少しゲートを残すぐらいの気持ちでカットしていきます。この時点で塗装の工程や加工した方が良い箇所がないかなどを考えながら組み立てていきます。今回のキットは一部がアンダーゲートになっています。ゲート跡が目立たない利点があるものの、きちんと処理しておかないとパーツ同士のすり合わせがうまくいかないこともあるので、丁寧に処理しておきましょう。可動が多い脚部は通常通り組んでしまうと塗装がやりにくくなるため、後はめ加工を行います。マーカーで書き加えた斜線の部分の挟み込み用ダボを切り飛ばし、差し込みダボに変更します。これで各パーツを塗装後でも簡単に組み立てられます。後はめ加工が難しい箇所は、合わせ目を筋彫りディテールとして見えるよう加工します。ディテールがしっかりと強調されました。合わせ目を消したい箇所は流し込み用接着剤で接着します。ギュッと力を入れて合わせ目をしっかり接着させましょう。ランナーから切り離したゲート跡や成形時にできてしまう面のへこみ、そして先ほど接着した合わせ目などを処理します。ヤスリを使って仕上げていきます。成形上やむなく緩くなっているエッジ部分などをシャープに成形します。ヤスリで削り出したら、その後は先ほどの表面処理と同様に仕上げていきます。加工前と比較してシャープな印象になりました。各部のフィンなども同様に仕上げていきます。同時に厚みも先端に行くにつれ薄くなるよう加工します。厚みを変化させることでディテールがより明確になりました。成形の都合上ディテールの境界が緩い箇所をシャープにします。ディテールの境界に沿ってデザインナイフで筋彫りを入れていきます。反対方向からも刃を入れ、V の字に切り込みを入れていく感覚です。この作業によって、形状がシャープに見えるだけでなく、塗り分け部分などがきれいに仕上がります。境界がはっきりして、シャープな印象になりました。エッジの処理と同様に厚みを削ることでよりシャープな印象になります。144分の1というスケールを考慮した上で、効果的な部分の厚みを削り込んでいきます。加工したい部分の厚みを目で見て分かりやすくするため、断面をマーカーで塗りつぶします。マーカーで塗った部分を目印に裏側から削り込んでいきます。
厚みを削ったことでシャープさがより際立ちました。情報量をアップするためオリジナルのディテールを追加します。はじめは精度を気にせずペンなどで書き込んでいき、イメージをつかみます。下書きが完成しました。今回はご覧の感じでディテールを追加していきます。アウトラインに平行なディテールは筋彫りのギスを使うと綺麗に彫ることができます。まずは当たりを彫っていきましょう。当たりを彫り終わったらデザインナイフで加工していきます。慣れてきたら短い直線であればフリーハンドでも綺麗に彫ることができます。デザインナイフだけだと筋彫りの断面が V の字になってしまいます。底面を平らにするためタガネを使用して整えていきましょう。ディテールを追加した胸部パーツが完成です。情報量が増え密度が上がりました。続いて他のパーツも同様にディテールを追加します。慣れればフリーハンドでもブレずに綺麗な筋彫りができます。特に曲面パーツはガイドを当てにくいのでフリーハンドが有効です。ナイフの刃を引く方向に対してまっすぐになるように絵を持ち一気に彫りましょう。慣れないうちはガイドテープの使用をおすすめします。先ほどと同様にタガネで整えていきます。他のパーツも加工が完了しました。フリーハンドでもここまで綺麗に彫ることができます。手首は成形の都合上モールドが甘いのでデザインナイフなどを使用して指のモールドを彫り直しました。本体各所に半球状のディテールがありますが塗装の利便性を考えて別パーツにします。デザインナイフで外灯のディテールを削り落としましょう。削り落とした表面を滑らかになるよう処理します。市販のディテールアップパーツに置き換えます。これを塗装後に接着します。関節パーツはポリアセタール樹脂なのでそのままだと塗料が乗りません。そこでエンボスヒーターを使って簡易的な焼き付け塗装を行います。パーツを熱することで塗料の食いつきを良くします。塗装前にサーフェイサーを拭いて下地を整えます。白い部分のパーツはサーフェイサー自体を下地色としてグラデーションをかけていくので暗めの色を使用しています。本体の白を拭いていきましょう。白部分は薄くグラデーションをかけていきます。エッジや奥まった部分を残すように面の中心に色をのせていきます。
白のグラデーション塗装が終わったら、上からホワイトパールをまんべんなく吹きかけます。白からホワイトパールを吹いてマスキングした状態です。ここから塗り分けを行っていきます。メタリック部分を塗装していきます。塗り分けに応じてマスキングしながら塗装していきます。塗り分ける際の部分からマスキングしていき、最後に広い面を埋めていきます。赤い部分は場所によって2種類の赤を使い分けつつ、メタリックレッドは光沢あり、通常の赤は艶消しにして質感に違いを出していきます。通常の赤や黄色を塗る場合は下地に影響されやすい色のため、白を拭いて発色を良くします。青い部分はメタリックブルーで塗装していきます。メタリックカラーの塗り分けが完了しました。段差があるパーツはきれいに塗装するため、なるべく低い面から塗装してマスキングしていきます。メタリックの上に白を乗せると下のメタリックが浮いてしまうことがあるので、再度サーフェイサーを拭いて下地を作り直してから白を拭きます。最後に半球状のパーツをマルチボンドで取り付けて本体の完成です。ラッカー塗料での塗装が完了したら、エナメル塗料で墨入れをやっていきましょう。希釈したエナメルの濃いグレーをディテールの溝に流していきます。太めのパネルラインや段落ち部分は墨入れではなく、濃いめのエナメル塗料で描き込むように色をのせていきます。走行裏などの影になる部分にはエアブラシでエナメルの濃いグレーを拭いていきます。こうしておくことで造形が引き締まり、
重厚感が出ます。はみ出したエナメル塗料は溶剤を染み込ませた綿棒やフィニッシュマスターで拭き取ります。右が拭き取り終わったパーツです。ディテールだけでなく走行裏も塗装したことで全体的に引き締まった印象になりました。塗装面にメリハリをつけるため一部のパーツに希釈したフラットクリアーを吹き付け艶消しにします。付属のベースに一手間加えましょう。まず余分な穴をポリパテで塞ぎます。埋めたポリパテの表面を平らにするためマスキングテープを貼っていきます。ポリパテが固まったら台座面にテクスチャを加えていきます。台座面以外をマスキングテープで保護します。ジオラマのベースに使用する上景テクスチャーペイントを筆で塗ってテクスチャを追加します。大きめの平筆で全体をざっくりと塗っていきます。小さい筆で表面の凹凸を作っていきます。乾燥させるとこのような感じに。マスキングテープを剥がして台座を塗装していきます。全体を均一に黒で塗装します。ゼノギアスのロゴを模して筆で書き込みます。失敗しても塗りつぶしてやり直せるので思い切って線を引きましょう。歯ブラシを使って飛沫を追加しました。これでベースの完成です。今回動画で紹介したゼノギアスを含むゼノギアスストラクチャーアーツシリーズ3商品はスクウェアエニックス公式ショッピングサイト e ストアをはじめホビーショップ各店などで好評発売中です。